丸丸山山和和也也君委員長 <laughs> 自由民主党の丸山和也です、えー、今日は3点ですがまあ最初にあのちょっと順序は違うんですから、ね、入国管理、えー、政策といいますかそちらの方から少しお聞きしたいと思うんですけどもまずあのこれ過去にも何度か尋ねたんですけども、えー、大臣そもそもですね 日本はですね入,、えー、入国管理、まあ、局か入国管理事業をですね大臣所信の中でも述べられてるんですけれどもいわゆる、えー、移民政策ということについてですね、えー、それとの関連でですねある,ある程度こう政策があるんですかねそれともそういうものは全くないままですね入国管理局 入管行政をですね遂行してるんでしょうか。これについては前から疑問に思ってるんですけど、一度も明確な答えが得られてないんですよね。この委員会でも改めてお聞きしたいと思います。小川法務大臣、あのー、移民政策を取るかどうか、まああここういう政策になりますと、もう法務省だけの問題ではない政府全体の政策方針だと思うんですが、ただあのー、私の考えでは。 移民政策を取るということの必要性の前提として我が国が少子高齢化社会ということがあると思うんですですから私はまず取り組むべきはこの少子高齢化社会特にこの少子化ということを政治の力でしっかり取り組んでい、えー、くのがはじめ専決じゃないかというふうに思っております丸山君ああのー、まあ、それも一つですよね あのー、緊急の必要性を迫られていると。その少子化、高齢化がですね、えー、福祉政策もう全てですね、それから経済問題、それから、全てにですね、根底に大きく怠ってですね、今の政府も、まあ前の政府もですね、ぶ分苦しんでるんですけども。まあしかし、あのー、一つの政策をですね、あのー、法案を作ってすぐですね、少子化が止まるという問題で、これは、 ちょっと違うんですよね。ですから大きな歴史のトレンドとしてですね、まああの、少子化対策ももう10年あるいはもっと前から言われててですね、ずっとやってきたと思うんですね。あの、今の政権ももちろんそういうことに予算配分されたりしてると思うんですけど、これはだけどですね、まああの、かといってですね、えー、急にですね、えー、あるいは戦前のようにですね、 一夫婦がですね、5人6人あるいはもう10人ぐらいをですね、えーえー、作るというような時代はですねなかなか来ませんしまあそれは大事ですけども、えー、少子化対策をするということだけでですねとても間に合わないと思うんでですねやはりこの、えー、移民政策についてはですね これはあの、それをどう実行するかということに入管行政が直接関わってくるわけですから、これはもうもちろん法務省だけの問題じゃないんですが、やっぱり法務省がですね、やっぱり一つのですね、オピニオンリーダー、あるいはそういう意識を持ってですね、提案し、考えていかないとですね、とてもこれ、間に合わないと思うんですね。それで、いろいろまあ、ヨーロッパなんかでももう少子化が進んでいる国が、あのー、大半ですから、えー、いろんな指揮者の提言を見てますとですね、例えば、 結構日本でも知られてるジャック・アタリさんなんてねフランスの確か大統領補佐官だったかなシラクさんの時だったかなあの辺りでもですねやっぱり日本はですねそういう対策に失敗しているということでですねもうそのまあはっきり言って間に合わないだろうとこのままではねそれで言ってますよそれでやっぱりあのー、日本がですねこのしかも少子高齢化の世界最先端を言ってるんですよ日本は。 恐ろしいスピードでこれはねあの、少子化対策を少しやるとかですね、子ども手当をどうこうするようなことではね、とてもとてもね、もう全く間に合わないですよ新幹線と人力車が競争するみたいなもんでね、ありえないと思うんですよだからもう一度お聞きします,けどですか、ね、あの移民政策についてですね、考えてみようとするお気持ちはありませんか小川大臣 あの、委員のご指摘、あの、全くごもっともだと思っておりますが、ああ、まあ、今の制度は、やはり、日本の社会に有益な人、まあ、もう少し平たく言えば、何らかの技術を持っている人に、かなり限定的に、これを受け入れておるわけでございますが、これをさらに、えー、 いわゆる技,技術というものの要件をなくす、あるいは緩和するということになりますと、いわゆる単純労働者的な方が、数もかなり多く入ってくるわけでございます。そうすると、やはり日本のこの雇用の問題にも影響を与えますし、また、あそうした方が来れば、この日本のこの社会のあり方というものも少なからず変化があるのかなと思います。そうすると、そうしたあことの社会、 すなわち移民を受け入れることで、これからの日本の社会を考えていくんだということに関しましても、やはり国民的な理解をいただくことが大変に重要なことだというふうに、えー、思っております。まあ、法務省としましては、あの、いわば門番のようなものでございまして、政府がこういう枠で許せば、その許した枠の基準で出入国の管理を行うわけでございまして、 法務省が出入国の管理を行ったからそれで、えー、政府の政策が変わるというものではないものでございますですからこの移民あるいは外国人労働者の受け入れにつきましてはやはり、えー、国民的な理解を得られる中で政府としてもしっかり取り組んで大きしっかりと議論する必要があるのかなというふうに思っております。丸山君まさに、ね、あのしっかりする議論する必要があるんですけど、ね、それがね、やっぱりなかなかなされないんですよね。あのー これあのちょうどあのもうだいぶ前なんですけども私の友人でもあったんですけども2004年の2月にですね、元の入管局長ですね坂中秀則さんというのはですね、えー、外国人受け入れ政策は100年の刑であるっていうこれあの、えー、中央討論に出しまして当時結構話題になりましてですね彼はあの、まあ、僕と同期で法務省入ったんですけどね一時それでそのまま入管で局長をやってずっと退職したんですけども。 彼がですね、ずっとですね、入管行政をやりながら、要するに移民政策を取るべきかどうかということについて随分悩みましてですねこ、この中では、いや、あの、若干ずれかもわかりますが、2006年からあ人口減少に入っていくということを予測しましてですね、そして日本はですね、要するに縮小した社会を目指していくのか、ね、それとも、 活力のある今の規模を維持する社会を目指して、あの維持しようと努力していくのか。ここではですね、移民政策を避けて通れないと。ね。それで移民を政策を取れば多民族共生社会に当然なるわけですよ。もちろん単純労働も入ってきますからね。すると、抜本的なですね、国家のもうあり方そのものを変えていく覚悟がなきゃできないと。ね。しかし、あのー、縮小する、 社会でいいんだということになればですね、例えば人口が半減すると、まあ5千万、6千万、7千0万、どのくらいかをターゲットをある程度設けてですね、縮小した生活、縮小した人口、縮小した生活、経済レベルも縮小していくと、当然なるだろうと、国際競争の中からもね。しかし、それで、やや、それでもゆとりがあるというですね、受け入れ方をする社会を作っていくのかと。こういう大きなですね、えー、 歴史的な価値観をですね定めていかなきゃダメだと国民合戦コンセンサスも作ってね言ってるんですよ。それで彼はまあやや結論的なことを彼の見解ではあの日本の中で多民族共生社会というのは非常に難しいだろうというどちらかというとそういう見解なんですね。あの日本のやや単一民族に近いような文化を作ってきた国。 それからおっしゃったように外国人がたくさん入ってきた強制がなかなかね、ええー、うまくやれるだけの、あの、経験も少ないんじゃないかと、いうことで、むしろ縮小社会で良しとするというような見解なのように私は思えるんですけどね。しかし、政府はですね、少子高齢化対策しようと、ええー、デフレから脱却だ。まあけ、経済規模もですね、いや、今あの、世界第3位と言ってますけれども、 頑張って何とか国際競争力もつけていこうということでですね決して小さな社会小さな国家を目指してですねそれで良しとしようとはしてないんですよね。それで実際にはほとんど実効性がないような少子化対策だけを言っててですねこれは当然ですねシュリンクしていきますよ。そしてそれでいいというならそういう国づくりをですね目指さなきゃならないと思うんですよ。だからイメージ政策いうのの、はね、単にその えー、外国人を単純労働者を受け入れていいか悪いかというのは問題じゃなくて国家の在り方ですね国づくりそのものなんですよね今となってはそういう意味で本当に真剣な議論がですねなかなかできてないというよりは非常にこう閉鎖的なんですよねここらがね私はやや結論的に言うともう少し移民,移民政策をね大胆に入れていくべきだと思うんですけれどもそれにしても議論しちいろいろ検討しないととても進められないと思うんですね そういう意味で、えー、今の日本っていうのはですねそういうことを考えないで何とか頑張っていけば少子化もそれなりに防げてあるいはあ回復してあるいはこれだけの国家規模の社会規模の国が維持できていくんだというようなですねまさに幻想の上に成り立っていると思うんですよ。農業にしろね林業にしろ漁業にしろやっぱりいろんな部門だって やっぱり日本は働き手ないじゃないですか。こういう中でですね、空洞化しても進んでるし、やはりですね、例えば、ああ、第一次産業をですね、もっと活性化する、あるいは、いうことならですね、ええー、あるいは、介護福祉とかですね、そういう点での日本の働き手がないというならですね、そういう外国人を入れるとかですね、かなりですね、もうオープンに切り開いていかないと、僕は難しいんじゃないかと思うんですけど、ね、そういう意味では、 このですね、えぇ、ー、学人政策、移民政策ということをですね、もっとお、法務省も中心になってですよ。今のように、特定の技術を持った優秀な人だけを選別して入れてですね、厳しく監視して、まあ悪い外国人っていうか何の能力もない外国人を入れないと、まあ排除していくと、こういう形だけでですね、時代を見据えてないか、 じゃないかと思うんですが、いかがですかね小川法務大臣確かに今、あの移民ではありませんけどもまあ,あ、研修というような形でまあ労働者を受け入れておるわけでございます。まあ実際、しかし今の日本のこのお社会構造、あるいは産業構造は農業でも漁業でも、あるいは工場の分野でもそうした研修生の労働力に頼っているとおいう面があございますう。昨年のあの大震災の後 被災地域でないところでもみんな驚いて、あのー、研修生が帰ってしまって、えー、生産活動ができなくなってしまったというような話もしっかりと聞いております。ですから今のこの日本のこの社会構造があそうしたあ外国人の労働力を必要としている状況になっているのかなという認識は持っておるわけでございますがあしかし、えー、移民となりますと 今度は研修生と違って帰っていただくわけではなくて、そのまま、あ日本に生活していただいて、まあ、いずれは日本国籍をして、取得していただくということになるわけでございます。これをおお認めるとなりますと、まず認めるかどうか、それからあ、どういう範囲で認めるかとかですね、様々なあ議論が必要かなというふうに思っております。ただ、私は、あのー、委員があ指摘されるように、えー、日本の社会 構造そのものが、やはり外国人に頼る部分が、これからも広がっていくんだという事実の認識は、そのように思っております。またこれからの国際化の社会の中で、日本という国が、いわゆる日本民族といいますか、この日本で生まれた人たちだけでやっていけるのかどうか、特に少子化対策も取り組んではいても、この将来の日本社会を日本人だけでやっていけるだけの、この状態に 移はなかなか難しいのではないかというふうふに思いますと、やはり、えー、移民の問題、それから移民ではなくて、その前段階の外国人の労働者の受け入れ、そうしたものもやはり真剣に議論をする必要があるなというふうには感じております。山君あ今研修生の言及されれれたんですけれどもこれはやっぱり その大胆な移民なり労働力を、ね、取り入れない弁法としてです、ね、使っているような面がありましてです、ね、しかも一定期間ですしそれから必ず変えることが前提になっていますからですねだからとても、まあ、こういう、まあ、なんていうかあ決して悪い制度じゃないんですけれども。 とりあえずこの制度でこちょこちょこちょってやっているようなことですね、とてもですね、真逆に合わないし、またその研修制度を悪用したという、本来ですね、必要な方に使ってしまってですね、研修制でゃなくて単純労働に使っているということで、いろんな問題もね、非常にこう、事件にもあったりしてですね、問題の発,発生している温床にもなっているんですね。だから、あの、研修制度は否定しませんけれども、やはりあの、大臣も、 えー、これから日本社会が日本人だけでね、えー、働きだけでやっていけるのかって大いに疑問だとおっしゃった通りなんでねやっぱりね、えー、国際社会の中で日本が生きていくということであればですね、えー、これは移民政策をですね本当に考えなきゃいかんと私は思ってるんですね。それでで、あのー、ぜひですねそのこの坂中さんが年に書いて からももう、えー、10年はないですけども8年近くたってですねやっぱ同じ問題がずっとこう問題としては提起されたままですねあるってしかし大胆な発想の転換というか議論自身もあんま起こってこないんですよね APEC はどうかとかああいうのが議論になりますけどそれとですね若干あのー、それますけども少子化対策というんであればですねやはりですね あの日本の社会においてもですね出産ということと婚姻ということをですね切り離さなきゃダメですよ出まあ婚姻から出産というてもういいんですよだけど子供を産むということを婚姻結,結婚からでし,しかまあほとんど政党として認めないようなね社会の中ではですねやっぱり難しいでしょう。 例えばシングルマザーだとかあるいはあのもともと結婚はしないけれども子供だけ欲しいというねそういうことに対する社会政策とか価値観とかそういうことをですねもっとやっぱり広げていかないとねなかなかあのヨーロッパあたりを見ると大体あのいわゆる日本でいう婚外子っていうのは50%超えてんですよ日本なんか1%かそんなもんじゃないですか1%あるのかどうか知りませんけどだから非常に婚姻制度との縛りが強いんですよね そういういい悪いは別にしてそういう非常に堅苦しい社会とですねそれから今の経済状況の中でね少子化対策ってなかなか子供はね気楽に産めませんよ教育にも高くかかりますしだからねそうであればですねもうもちろん私の考えも移民政策もそれから婚姻制度と出産の問題も両方考える必要はあると思うんですけれどもあらゆる手立てを取っていかないと 僕はは少子化はね止ままらないいと思いますよそれならばやっぱり日本の人口を半減するあるいは、えー、明治維新の頃はいくらしたかね5六0 0 0万五千万ぐらいですかちょっとはっきりわかりませんけども明治維新江戸幕府が終わった明治維新ができたくらいの人口でやるんだとそれくらいの規模でやってよしとそれでややゆとりのある社会を築くんだと大国じゃなくていいんだと。 いう,ふうならそういう国づくりを目指すべきだと思うんですよ。方針がないんですよ。はっきり言って。日本の国は。あの封建時代から西洋列強にですね侵略を免れようとして大国になってですね日露戦争をこうやって大第二大戦やって敗北してそれからまた経済成長やってですね世界の第二の強国になったとまあ経済的にね。それからまた今度、ややこう、 どどどんんんと少子化が進行してですねこれから先ううなるんだろうかとまあはっきり言えば成り行くそういう意味でいろんな角度から国の在り方方向を定めればいいんですけどやっぱこの移民政策という観点からもですね一つの軸としてねえー、国の将来像を作るということはですね僕は日本がやっぱり一番手抜いてる面だと思うんですよね。だからこれはあのいろんなもう批判も議論も。 賛否両論起こると思うんですけど、恐れずにですね、ぜひ政府としてやってもらいたいと。また、小川大臣もですね、えー、見識のある大臣だと思いますから、そういうリーダーシップを持ってですね、こういう問題提起をしていただきたいと。そういうふうに思うんですけども、いかがですか。小川法務大臣。えー、まず、あの、先ほどの私の答弁の中で、まあ、研修生を労働力と、 いうふうに表現した部分がございましたが、あくまでも研修生は、発展途上国に対する技術の移転のための研修でございますので、その点をちょっと踏まえさせてください。えー、確かに、で、あの、私も、いわゆる段階の世代でありますので、いえば、あの、非常に人口が多い。でも、私たちの世代が、あみんなあ、寿命を迎えていなくなった後、 お日本の人口相当減ってしまうのかなと。で減ってしまった中で、えー、やはり、えー、若者子供が少ないという、こういう構造がさらに進んでいけばということで、日本はどうなるのかと。本当に、えー、我々があいなくなった後の日本というものをしっかりとお見つめたときに、えー確、確かに、えー、言えばあ深刻なあ問題だなというふうに思うわけで、えー、ございます。ですから、あのー、 今すぐやはり移民となりますとそれを国民が受け入れるかどうかということもございますのでそうした国民の意見も聞きながらしっかりとしたこの議論をですね、やっぱり広げていく必要はあるのかなとこのように思っております丸山君、ぜひですね、えー、そういう問題提起というか問題意識を持ってですね、随所でその問題提起をして議論を進めてもらいたいと思います。 あのー、先ほども言いましたジャック・アタリスなんか日本は完全に失敗したともうこれは回復不可能だろうなと言ってるんですよねそういう意味ではね少子化っていう意味ではねそれから経済的にやっぱり衰退していくのはこれはもう歴史的必然だと日本は10年20年前に手を打つべきだったけども失敗したとしかし今もそれについて手を打とうとしてないとだから日本の復活はありえないだろうとまあこれは 人の意見ですからね、別にそれに負ける必要はないんですけども、やっぱり深刻な見方をすればですね、やっぱり手を打ってないんですよ、はっきり言って。人口が減少していくってことは全てに影響しますよ、これで。これだけのスピードで少子高齢化がですね、えー、進んでいく国ってのは世界でないと思うんですね。まあ、それの意味ではモデルケースになると思うんですけども、やっぱりそこに、えー、哲学とか、えー、思想とかですね、 きちっとした国づくりの大きな、まさに100年の計というね、あれ、つく、ないということがですね、じりじりじり気がついたらいつの間にか落日だったということになるんじゃないかと思いますのでですね、ぜひ移民政策についてですね、えー、前向きに検討していただきたいと思います。それで、えー、この点はこの点、このくらいにしまして、次の、えー、いわゆる、 えー、先ほども質問ありましたけれども検察審査会、えー、について、えー、有田議員からいろいろお質問ありましたけど若干関連するんですけれども、あのー、やはり、あのー、この制度のです、ねえー、や問題点についても、えー、指摘されましたが大臣はですね、えー 今の検察審査会法ですね、えー、これの意義については、ですね、いわゆる強制起訴です、ね、をできるという、これの意義についてはどのように、えー、考えておられるんですか、非常にこう、問題が多いから見直しが必要だという見解なのか、これはこれで非常に意義がある制度だと思われているのか、そこら辺の現在の、えー、ご見解はいかがなんでしょうか。小川法務大臣。まあ、あの強制制起訴といい、う制度がないこの… 審査会法改正以前は、あ検察審査会に申し立てしても、あるいはその議決があっても、お検察が結局判断が変わらないという例の方が多かったように思いますから、あ検察審査会、えー、理念としてはなかなか言いい設だけど、実際にはあ,あんまり機能してないのかなというようなあ声が多かった。まあ私自身もそういうふうに感じたこともございますが、まあ、そうした声、あるいはを踏まえて、 そうした結果を踏まえて、えー、検察審査会が、あ2回も、おぉ、基礎相当と。 ことになれば、あ強制起訴といいううふうに、えー、法改正がされれたわけで、えー、ございます。もうこれはこれで、えー、そうしたあ、これまでの検察審査会の上の中からあ出てきた改正でございますので、これがあ間違っていたとは思いません。やはり国民の声、えー、司法というものは本来国民のものであるから、国民が判断する、国民が参加するということで、私は理念的には、あ 正しい制度だと思っておりますが、ただこれは実際に、えー、強制基礎制度というものが成功されて、今3年目ですか、ああちょっと、あの、何年目か別にしまして、えー、いくつかの例が実際に強制基礎されて、で、裁判結果がこれから、順次出ていくという状況になります。そうした、実際のこの法改正になった後、強制基礎制度ができた後の、実際のこの運用状況、 というものをやはり、えー、ある程度事例が集まったところでしっかりと検証して、えー、これはあさらに検討してみるべき点があればあやはり検討してみなくてはいけないなとこんなあ一般論でございますがあ認識を持っております丸山君衆議院の方でもですね同じようなあのこの点に関していろいろ質問が稲田議員から出されてまして、えー、大臣もだいぶ突っ込まれてですね 見直しっていうことはどういうことかってだいぶ突っ込まれたように思うんですが、まあ一般論だ一般論だということで、えー、答弁を交わされたように思うんですけども。まあそれは別にしましてですね、あのー、やはりあのー、強制起訴になった中国人船長のですね、次戦般、強制起訴になりましたけれども、これについてお聞きしたいと思うんですけども、このですね、ええー、 那覇知見はですね、日中関係を考慮して、処分を保留,、えー、保留のままですね、釈放したんですよね。その後、不起訴処分にしたと。それで、検察審査会が4月に起訴相当を議決したと。知見が再び不起訴としたと。それで、審査会はあ、さらに7月に起訴を議決したと。いう、こういう流れでですね、えー、ついにあ強制起訴になったわけですけれども、これも、まあ、あのー、ある意味では、 その複雑な事件というよりですねほ、そもそも法的、法的、これはですね、あれですよ、公務執行妨害、えー、船舶既存罪、外国人漁業規制法違反というですね、まあ、明らかな故意犯ですよね。出て,てもビデオでもありましたけれども。普通なら当然起訴になってると。裁判。おそらく有罪になってでしょう。 まあ最終的に強制送還とかになったんじゃないかと思われますけれども全く法手続きを取らないで放棄してですね釈放してしまったということに対する豪々たる国民の怒りがあってですねそれで最終的にこういうですね強制規制に至ったと思うんですねだからまさにこれはですね司法の放棄に対する民衆の怒りがですね、えー、再び法手続きを、えー、要請しそれが形の上で実現したということだと私は理解してるんですね。 まさにこういうことが建設審査会法の改正のですね、まさに成果だと思うんですね。ただ、この件ではですね、えー、被告人は、実際もう、常おそらく中国で送達することも不可能じゃないかと思うんですけど、これは可能なんでしょうか、大臣。法務大臣。 中国との間に、えー、刑事共助条約があございますので、えー、我が国はその条約に基づいて、えー、送達をお中国政府に、えー、当局に要請するということに、えー、なりますそのあとのことはあ中国政府のことでございますので私が今あどうするということは差し控えさせてください丸山君そこまではそらく日本政府もやると思うんですねただ見通しとしてですねそれが この当人に相達され、本人が法廷に出頭してですよ、裁判を受ける可能性は、おそらく、おそらくというより、全くと言っていいぐらい、ないんじゃないでしょうか、常識的に。どう思われますか。小川法務大臣。あの、長女条約を見ますと、お 相手国、協力要請された国があそれを拒否できるという条項も入っており拒否できる自由についてのおお条項がございますですから中国政府があそうしたあ拒否自由に該当するとお判断して、えー、拒否するということもこの一般論としてはあり得るわけでございます丸山君中国政府はですね えー、尖閣諸島あの領域尖閣諸島は中国の領土だとこういうの領土だと言ってるわけですよねだから日本が違法な活動をしてるんだと、えー、日本の方がむしろ違法行為をやったんだと日本まあ今はどうかしませんけど日本にも損害賠償を請求するとこうまで言ってたぐらいですからまあ全くありえないわけですよねするとまあ,あ国民の怒りもですね強制起訴になったところで終わりということになってしまうわけですよね。 これはですね、まあ、形だけはですね、法が生かされて、えぇ、ー、強制規制まで行ったんだけども、全く実態がないということになるわけで、非常に虚しい結果になってしまうと。日本は尖閣諸島はこういうの量だと、まあ、言い続けながらも、そのし、えー、刑事司法手続においては全く手を出せない、あるいはむしろ手を出せない状況を自らが作り出してしまっていると。こういうことでですね、主権国家の司法っていうのはですね、 えー、慣れたないと思うんですね、まあ、最近における、まあ、いわゆる国益っていうか国益、まあ、あのプライドも含めてですね侵害された最も顕著な事件だと思う。しかしもう一つ大事なことはこれについてのですね政府の釈明が一貫して虚偽であると思われることですよ。まあ あ国際関係を日中関係を考慮してね釈放したという検事に言わせしかも全くそれが政治的に無関係の、えー、解任もない判断であったかのように言わせそして、えー、不起訴にし強制起訴になってもまあはいそれまでやと作ろうわけですよね。ここうういうことで ことを済ましていくという、形的にはですね、まあ、そのとおりであれば、誰も文句も言えない。まあ、これ、強制規則になってもおそらくで、する規格でしょう。裁判ができますん。嫉妬もない人。それで終わりと。ことなく終わらせたということになるかもしれませんけど、僕はある意味で、これ民主主義にとって非常にですね、こういうことはやっぱり、一番優しっことだと思うんですね。事実を明らかにしない、形を整えて、 要するに民主主義の手続きいうのは形骸化してるっていうことなんですよこれ中国人選挙の。民主主義が形だけになり形骸化してきて本当のお実態を暴こうとしない時の権力もそれを蓋して形だけで形骸化を是とするということになってくるとやっぱりですね僕は政治思想的にはですねやっぱり独裁への期待とかですねあるいはそういう形骸化した民主主義 の執行者に対すするテロとかですねこういうことを僕は正当化していく誘発する環境が生まれると思うんですよ。だから僕はこういうことが繰り返していくならねテロなり独裁願望というのがね非常に大きくなってくるとそういうことが本当のやっぱり危機だと思うんですよね。単に船長を釈放したかどうかっていうだけの問題じゃなくて不信感ですよだから。まああの 時代はちょっと遡ってまいましたけどもあのやっぱり、えー、明治政府の大隈氏名の方がねあの列強とのあ条約不平等条約の改正にいろいろやってたんですけどもやっぱりこれが、まあ、なお不平等っていうか、えー、日本の、えー、国益を害するということで来島恒樹にですね外務省の前で爆弾を投げつけられて足を吹っ飛んでしまったとこういう事件がありましたけれども当人はその上で自害しましたけども。 あの頃、それがいいと言ってんじゃないですよ。ただ、大込氏名の方が、それで彼のお行為に対して、彼の行為は、真に愛国の志が出たもんであって、自分は称えるなんて言ってんですよね。まあ、それだけの努力がある政治家が今、あいるかどうかわかりませんけれども。また、最近はそういうテレも少ないですから、それはそれでいいんでしょうけれども、やっぱりですね、いい加減な、ああ、ことを、 とりわけ外交関係でこうやっていくとですね怒りはどっかにマグマに達した時にはですねそういうことをですね、是とするそれにしか訴えられないんだという空気を生むと思うんですよ僕はだからねこの中国人船長の釈放事件なんていうのはですねやっぱりねあのー、何度も言いますけどもあのー、当時の松本健一さんねが産経新聞に9月2 7日に 国民に書いてますよ、これ。官邸側の指示で検察が動いたと言えるか、それはそうですと。誰が関与したかということで、少なくとも関心は関与してないでしょうと。戦国史の可能性が高いと。彼は戦国さんと親友ですよ、数十年の。彼がここまで言うということは、それはそれとしてね、きちっと認めた方がいいという判断が僕はあると思うんですよ。こういう姑息なことをやるんじゃなくて、 官邸が一つの判断をしてやったんだと。そういうことで受けて立たないと、やっぱりね、政治というものが死んでしまうよと。彼はですね、この松本健一さんというのは、あのー、日本の、決して右翼じゃないけれども、遠山光の研究なんか、北駅とか相当されてて、日本の右翼の研究をですね、随分されてる。純粋に思想的にね。 今はもうされて、それで自分はもう終わったと書いてますけども。やっぱりね、歴史の証言ということはきちっとすべきだという覚悟をされたんだと思うんです一見戦国時なんか裏切ったように言えますけどね、決してそうじゃないと思うの、僕はね。こういう、誤魔化してはいけんと。特に権力は、ね、あまり誤魔化してはいかんと。これだけの大きな国民的批判を受けたことに対して、きちっとやっぱりやるべきだというですね、一つの 僕は正論だと思うんですね。だから僕は、今あるごとにいろんなことを聞いてるんですけども、まあ大臣もね、えー、当時の大臣なりに政府の見解を踏襲されてるばかりで、それ以上のことはですね、今日も出ないと思いますけれども、やはりこの事件はですね、そんなに風化させられるもんではない、中国人船長の強制起訴をして、それでまあ、えー、高速拘束客で終わってね、ああ、よかったで終わる問題ではないということをですね、ぜひ肝に銘じていただきたい。答えはいりませんけれども、それともう一つ、 日本はですね、中国に対して損害賠償請求すると言ってるんですこれはやったんですか、やってないんですか。ご存知だったらお答えいただきたい。小川法務大臣。あの、中国政府ということではなくて、あのー、後遺者に対してですね、海上保安庁が、その船の損害の賠償請求はしたと聞いております。 丸山君。結果はどうなりましたか。うん、小川法務大臣。それ、あの、実現していないと思ってる。実現していないと聞いてます。丸山君。やる気はあるんですかね。小川法務大臣。やはり、これも、あの。相手方が、我が国の主権が及ばない。国に。おりますので。なかなか、その。実現は。 難しい面があると思いますが、丸山君、えー。時間がもうあまりませんありませんので終わりますけれども、僕は決してその反中国論者じゃなくて、ですね将来的には防衛という考えをたら、いずれ日中安保条約も必要になってくると思うんですよ、日米だけじゃなくてね、そういうことも視野に入れながら、やはり中国とはですね、きちっとしたやっぱり対応、危険とした対応をしとかないと、それすらできなくなってくると思うんですよ。そういう意味で えー、ぜひですね、法務大臣としてですね、えーまあ、日中の関係においても、ですね、司法権の独立をですね、えー、尊厳することのないように、ですね、しっかり過去のことも含めてやっていただきたいと思って、お願いして私の質問を終わります、えー。午後1時に再開することとし、休憩をいたします。